どうも、ゲームイズの山田です。私は、鶴巻南公園ですね、こちらの方に来ております。ケイシーが、湧くという情報が来てますので、現在来ております。ちょっと3時間ほど張っていこうと思います。夜の公演前、この髪型で独り言言ってんのは非常に怪しいので、静かにやろうと思います。行きましょう。こちらの鶴巻南なんですけど、一回来てます。山田ね、毎時間、だいたい55分、例えば7時だったら7時55分、8時だったら8時55分の、その時間ですねになると、ケイシーがポポポッと、2匹とか3匹とか、出てきて、でその後はピタッと止まるみたいな、そういうサイクルだったんですね。でそれはまあ前回行った時がそうだったんですよ。今回も同じような湧き方なのか、これをちょっと検証してます。出ない、全然出ない。公園に来た時に、もう来た瞬間ですねに、あの公園の中に湧いてた、入り口にいたのかなっていうのが一匹いて、それだけゲットした後が、一切湧かない。待ちましょう。公園着いてから、1時間経ちました。もう出なさすぎるんで、そろそろ帰ろうかなと思ってたんですけど、とりあえず出てきました。よいしょ。1回目、2回目、3回目、よし。はい、1時間で1匹か。いるいる。来た。これ捕まえましょう。はい。CB301。OK。この辺かな？この辺って見えるかな？よいしょ。はい。片手に iPhone、片手に iPad で見るのすごい難しい。はい。OK。はい、勝ちりました。2匹目ですね。来てから3匹目、ゲットです。あれ？でも影、あれ？影ありますね。ちょっと動いてみましょう。はい、ケイシー出ました。それ短時間に3連チャン出てきましたね。捕まえましょう。よいしょ。逃げられた。はい、公園に来てから、そうですね、もう2時間、2時間弱経ちました。先ほどのね、ケイシー3匹立て続けに出てきた時から、やはり1匹も出ておりません。やはり、湧くときは椅子に湧く、湧かないときはパタッと出ないという感じの、場所のようです。はい、ただいま10時55分です。ケイシータイムスタートでございます。入った？入った、 OK。 はい、いけるかな。はい、1回目、はい、2回目、3回目、カッチンコ、よーし、 OK。はい、ということで、ゲットは4匹目ですね。4匹目の、ケイシーゲットだぜ。で、もう1匹出てますね。行きましょう。よし。やっぱどうやら時間湧きで確定のようですね。よし、オッケー。はい、ということで3、4、5匹目ですね。5匹目のケイシーゲットだぜ。また出ました。ということで3湧きですね。よし、オッケー。はい、ということで、ここの3と4の6匹目ですね。ということで、6匹目のケシーゲットだぜ。4匹目のケッチをタップしました。ただちょ、まあ、ちょっとね、公園のね、ちょっと人が多いところだったので、うん、恥ずかしすぎるということで、タップしてからちょっと動いてきました。よし、オッケー。よし、ということで、1、2、3、4、5、6。
1,2,3,4,5,6,7匹目かな。はい、7匹目のケーシー、ゲッツアセ。あ、ゲッツアセ、オッケー。いやー、もう終わったと思ったんですよ。もうケージ出ないと思ったんです。読んでたらね、もう終わりだと思いますよね。5匹目です。ラスト、カチッ。よーし、オッケー。8匹目ですよ。はい、8匹目のケージゲットだぜ。やば。ということで、成果なんですけれども、ラストにドドドッと5匹出てきて、その前に2の1の8匹ですかね。はい、A のケーシーが手に入りました。かなりムラがあるなというふうに思いました。9時台と10時台、あ、違う、10時台と11時台に湧いた数がそもそも違くて、最後はすごい大量の時間でしたけども、出ない時間も、普通にここありますので。はい、それではね、一応この辺で動画終わろうと思います。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。